女神が微笑んでますな。まだ負けましたの。撃たなきゃよかった。なんで撃っちゃっただろう。なんでたった30分で最後の中身が空になるんだろう。この路地に入りさえしなければ、特売時間なんて気にせずスーパーに行っていれば、この右手がリールを回せと私にささやく。なぜ震えてうなるんですの。人生は無常ですの。時の神様、願わくばお店に入る前の時間に戻して。写真だ。あ、ATM。 これから写真ちゃんのとこ行こうと思ってたの。ほら、フレッシュムーンを。フレッシュムーン、フレッシュ、新しい月、月、新しい月が来た。撃てば勝てる。いつ撃つの。今でしょ。ん、どうしたの。頼む、頼む、2万円貸してくれ。倍にして返しますな。絡む。こんな何が倍にして返すよ。倍どころかすっからかんじゃない。夕飯のお金まで使い込むなんて、殺すしかないわね。助けて、メデューサー。許してあげてください。写真ちゃん反省してますから。でもいい子なんです。あ、ね、写真ちゃん、ほらこの笑顔見てください。顔面が根っから腐ってるわよ、そいつ。大丈夫。大丈夫ない。まったく、お小遣いあげてるでしょ。遊ぶならその中からにしなさい。はい、それからメデューサに2万円ちゃんと返すのよ。返すのよ。無理しないで、ある時でいいんだからね。メデューサ甘やかさない。あんたが使っちゃった買い物代、お小遣いから引くからね。ほら、今度はちゃんと買い物してくるのよ。了解しました。今度こそ任務達成してまいります。もう二度とあのような失敗はいたしません。写真ちゃん、一緒に行こうか。いや、いい、自分のケツは自分で拭きますな。そして信頼を取り戻す。日本は空気がきれいな国ランキング13位だって聞いてたのに。遅いわね、邪神ちゃん。まさかね。邪神ちゃんを信じましょう。いい子ですから。撃っちゃダメ、勝てない台と白い子な。